お疲れ様です。今日はですね、こちらのメガナイトボールブレイカーインドエレキバージョンやっていきます。ってことで、こちらのね、なんかウルトラばっかなんですけども、メガナイトボールブレイカーが今ちょっと大会でね使われております。ちょっと前はね、フェニックスとか、それこそアチャクイとか、まあコウモリとかね、アーチャーとか、それちっこいのが入ってたんですけど、まあ、今ねやっぱヤナメがね、はい、大会だとよく使われてて、まあアーチャーがずっと強くて、アーチャー下放されたけども、ヤナメの強いテンプレデッキとかもいろいろあってみたいなのもあり、まあそういったところで、このね呪文を避けるね、はい、もう硬いのしかいないんで、まあ相手のザップとか、まあヤナメとか、そういうのも全部腐るよねっていう、このメガナイトがね、はい、強いですね。ということでやっていきます。まあ、インドエリキてか昔からね、まあ昔からですね、この何メガナイトとウルトラレアがね、ラグが、はい、セットになってくるのは昔からずっと、メガナイトにはもうインドラだよね、エリキだよね、ゴーストだよねみたいな感じで、いやー素晴らしい受けだなそれは、うん、メガナイトデッキはナリキンデッキってよく言われてた気がします。さあラムデッキなので、これファイボム使って止まらんはずなんですけど、なんか怒りゴブリンがやってきたんだ。おー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 、さあという感じのやつですね。で今回今のもやっぱエレキがねすごい働いてますね。これまたラムライダーが来るんですけど、エレキがいなかったら相手のインドラも厄介なわけで、まあ、これはちょっと2回目はね、マジ言うので受けてくるパターンもある。あ、文句でしたね。さあパターンを変えてくるよと言ったところで、そうだね、まあ、ウォールブレーカー刺したいね。でもゴブリンがいるんで、まあ、そこちょっとどう刺していこうって感じかな。ファイブ防衛もある。あー、ファイブですね。いい、うわあ、いいファイブと見えそうで微妙なファイブでしたね。いて、うん、まあ、今回ヤナメあんま使うとこないけど、マジアチとかに暇だったら打っていこうかな。カード回しでも打っていい気がしますね、暇なんでね。でエレキはあんま後ろ出しするとドライブで行かれちゃうんで、まあこれはファイブを使ってクレイヤーのエレキなんですけど、ファイブ使ったら追加したいな。これヤナメ打てねえな。いやエレキが、え、エレキめっちゃ強くない？思ってるよりも、ああ、もっと頑張ってしかない。さあ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 、まあ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 、いったね。で、あのマジアチョウね、俺はどうにかしてやりたい。はい、で、これでもうディガーが入ればいいんですよね、俺は。チク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 。はい、メガナイトオールブレイカーはね、これディガーゲーなんでね。さあさあ、つい、一生これしとくだけだ。これエレキじゃなかったら、もしかしたら負けてるかも。さあエレキ出したいが、これ踏めば良さそうだね。これ文句もいないサイクルなんで、おじいじゲーミングに所属できるよ相手で、まあ、ゴブリンも巻き込みたい。さあラム打つ、めぐないと、はあ、いい。さあラムで頑張りたいけどね、頑張れないんだよ。よいしょー。さあエレキマジで活躍しすぎじゃねって話なんですけども、ちょっと時代がね来てますね。エレキはね、何が弱点なんだろう、まあマスケとかか、その同族の中では弱いよねっていうカードなんですよね。そうマスケとか、あとアチャクイとか、フキアとかにもそんな強くねえか。マジ遠距離界の最弱っちゃ最弱なんですけど、その遠距離系がいなかった時に超強い。うん、ペッカエレキ、メガナイトエレキとか組み合わせやすいのもあるしね、呪文にもちょっと強いんでね。そう5打たれてもまあ残るし、ポイズン打たれたら解けちゃうけどねさあこれはヤナメ打つとハゲてプリンスのカツンが身に刺さる。いやー強すぎ、これいけるぞ、いけよ。さあということでペッカタン、おお、さ
さ、矢の飴のペッカタンってことで、もう後ろにエレキとか来たらね、踏みたいんですけど、踏めないかもしんないね。内側エレキは言うので、しばこうかなっていう。さあ。まあ、これはエレキ行かれるかもなんですけど、しっかりね、このターン守るっていうことを優先順位にして、生贄にしてね、逆にこれザッピーまで使ってんで、こういうのちょっとね、行きたくなっちゃうんですよね。で、ウォールブレーカーは、遅れてね、相手が限界ね、悲鳴をね、上げた時にですよ、こういう。矢の飴使ってんでね、苦しいよねっていうので、先にユニット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 ブッパからの、最後に遅れて登場ですよ、ヒーローは。はい。これは相手もね、あ、やるか。戦争。ここ最近戦争を起こした野郎ですけど、この私は。この私に挑んでも大丈夫ですか？あなた様。あなた様、この私に挑んでも大丈夫ですか？覚悟があるようですが。あー、これ、ま、ザッピーやな。しんどいね、お兄さん。なんで、まあ、これ、適当に、これにやっとこう。ザッピーか言うのかの竹取りたいんだけど。あ、これは、ま、美味しいっすね、俺からしたら。はい。で、ちょっとね、一瞬ね、下がってもらって。今回の相手のこの呪文がね、何なんだろうと思ったら、ファイブ来た。逆に言うと5しかない。矢の飴もあった。あと620か。どう調理してあげればいいんだ。で、これ、ウォールブレイカーまで行くと、矢の飴、咲いたんで、言うの。あ、これ言うのが。マジでごめん。スタンプ作った。たまたま当たった。さあ、で、これ、ペッカーに竹行ってんで、矢の飴打って終わり。ゲーム、争う価値もないです、あなたは。グッドゲーム。ちょっとやってみるかな。この前の記録は3分だから、あなたは、何分間戦うんですか。まあ、でもやっぱ普通いなくなるんですよね。もう前回がすごかったんだ。普通いなくなるんですからね。なんかちょっといるのかなって覗いた俺がはずいわ。マジ、なんなんこの感じ。最悪だ。さあ、おー、387強そう。よろしく。初手オールブレーカーね、強い。うわー、もっと強い初手これは。まあさすがにザッピーとかないでしょ。ザッピーやったら終わるっすね。なんなんだろうね、中身が分かんないからね、ゴーレムのこれ。え、まあ、ザップか。そうですね。本気で延命してあげたい。ああ、エレキがハゲたけど、エレキハゲたけど、許せるな、この、ダメージは。これ、スケブ？いや、スケブいないな。ヤザップのやつだと思うんで、スケブいない、いないよね。言いました。いや、ダメ打っても良さそうでしたけど、まあ、一旦ね。さあ、ゴレのなんか多いっすね、ユニットがドラドラっすね。だベビーインドのランバーヤザーみたいな、まあ一旦同サイド全部ぶっぱしてみましょうっていうデッキで、最後に3コストあったらスケブーで守ろうかなデッキです、はい、なんで、インドは安っすよね。エレキで頑張りたいんですけどね。まあまあまあ。やなめくそ。ここだけ残してあげてね。いやー、あの飴は取っておこう。520。いやー、これやばい。待って。これ頑張ってる。インドラガスケルトン部隊に無理だよね。そうだよね。そうです、そうです。はい。ちょっと怖いね。でもこれ、エレキじゃなかったらガチで終わってるっすね、結局。
めちゃくちゃ強いじゃん。エレキゲーしてるよ、さっきから。おしゃれに行ってもいいが、行く必要もないと。それ180、これはこのインドラで焦がす。でこの間に焦がされる。まあ、ザップ打たれるけど、もう一回焦がす。ヤナムってこ。いや、インドラいいね。で、陸受けないんで、ちょっと帰ってほしい。帰ってもらって、あとは、さあ、低めメガナイトからのエレキがいけたらよかったかなっていう。いや、エレキめっちゃ強いやん。インドラがなんか増えたのかな。まあ、文句プラスインドラとか、まあ、インドラプラスヤナムとかで、インドラって言ったら最強状態になれるわけですよ。ヤナアメで小物処理とか、まあ、文句合わせることでマスクとかアチクイとかもインドラの天敵をしばけるんで、インドラ自体がもしかしたら来てるっすね。メガゴはほんま見ません。あいつ強化されたな。攻撃速度が上がったらしいっすけど。ガチ見ない。かわいそう、あいつ。もうちょっと腕長くさせてあげてもいいんじゃない。ね、行きたくなっちゃうんですよね。一回チャレンジしてみようぜ。チャレンジって大事っすよ。マジでチャレンジしすぎると危ないけど。めっちゃ入る。こんなに入っていいもんかっていうぐらい入ってるけど、怖いですねこの後の防衛が。最強リガーでも良さそうだったら、ね、節約できたしコスト。まあでも相手がロイなんでインドラで守れるっすね。エルキすまんな。どうせカウンターつながんねえし、ディガーでよかったな。さあ、メガナイトプリンス組むだけアホみたいにダメージ入るっすね。で、モンクに対してインドラが強いんですよ。これがまたいい話ですよね。まあ、取っとくか。なんか、せっかくなら。まだ同じことすりゃ終わるかな。でも、ちょっと後取られてると思うんで、まあ、ここは一旦おしゃれにトリトンだけね、しばいて、カツンを入れて、カツンを入れたかったっすね。さあ、ここは攻めてこないと。相手も落ち着いてます。あ、これはさすがにインドラ合わせかな。もう一枚出てくるっすからね、陸が。これ、延命したいけどな。ライトニング来そう。めちゃめちゃライト来そう。あとエレキがね、文句の反射受けないのもこれ結構ずるい話ですよね。さあ、でここはウッドとかがまだ残ってんで、 LSP とかを割くまで我慢して LSP 使ったんで、ウォールブレイクが追加するとドドン。メガナイトの後ろにね、ちょっとすぐつけたくなる気持ちもわかるんですけど、なんかユニットぶっぱしてからの遅れ手が強いですね。これさ、間に合わなくね ?30 秒って間に合うん。あ、なんか足止めしてくれたし。間に合うんですかね、この辺に。いや、これだって間に合ったら、あ、さすがに俺の負けなんだよ。いや、間に合ったらというか、守れないしね。さあ、インドラガチで強えな。で、プリンスもインドラも破壊力やばいんで、ほっとくとキングもいけちゃうよね。いや、メガナイトウォールブレイカーガチで、エレキ自体が来てる。インドラはね、正直フェニックスでもいい気もするけど、まあ、インドラ強えよね。あと、使いやすいよね。とりあえず後ろから出して、メガナイトっていうかなんか来たら、ね、踏めばいい。後ろインドから、端前メガ。これがね、まあ、基礎ですね。はい。これ徹底しておけば強いですね。ケツプリから8枚目がでもいい。どっちでもいい。一緒だ。さあ、それしとくだけでいいんでね。さあ、クラウン。よろしくねと。最近マジでな、トルネ持ってない相手への内側ディガー率やばい。さあ、ユーのミラーもあるし、ペッカタン、ジンギー。っていうのはずっと強いかな。おー、まあ、ペッコーか人技か、エレキが強いのよ、これがまた。
ザップ。いや、ペッカ工場の香りがしてんな。ペッコはちょっとでも嫌だよね、正直なところ。インドラがやっぱ活躍しにくいし、プリンスもね、エレキもいるし、なんでもいいしみたいな。これ言うの残りそう。いやー、素敵。エレキか。言うので来る。まあ、一旦耐えるか。いや、序盤でダメージ稼ぎたいけど、みたいなね。お、これは、ワンチャン香ってる。てか、ザップ使ってくんねえかな。使ってくんない。いや、ここはね、無理にいかないっすね。延命されてもインドラで回収できるしね。やばい。なんか、かわいそうな。おー。さあ、ガゴまで来る。結構来るっすね。あー、しかもめっちゃ追ってきてる。あー煽られたらいいっていうルールがあるんですよね。やるな。しばきます。今から。まあ今からみたいなとこあるし、言うのこねか。おーい、いい防衛してくんね。勝ちたいよね。もうちょい耐えるか。あと1分ある。こいつはしばく。そう、俺の怪物が言ってる。はい、グッドゲーム。めっちゃ可愛いやん。無言になった。お、マジ最近なんか煽られる率高すぎて、煽り中成敗ボットになってる。そんなんじゃねえんだけどな。さあ、ナイス。気持ちいい。みんな早いんだよな。ちょっ
とリードするとね、あクローンマスターやん名前渋っ。まあでもエレキならちょっといいかな。ちょっとダメージ入るとねもう勝ったと思ってすげえ追ってくんだよな。なぜラバクロ？いやーわかんねえな。ゴレクロもあるかでも。いやワンチャンクローンじゃないパターンもあるっすね。普通なデッキな顔もしてる。もうちょっとだったらやめてそう。ああいやマジでクローンくせ。いや普通のラバ掘りか。全然クローンじゃない説がある。てか俺インドルだからこれ。ラバだったら神合書だ。インドでハゲさしてヤナミ打つだけだ。さあ墓石のサイクルなんで、ここはプリンスじゃなくてディガーでちょっかいかけたい。墓石で受けられるのやだし。ああいいフェニーが来た。さあラバっぽいっすね。クローン、いやまあラバー掘りにクローンが出てくるみたいなパターンもありそうだけど、これで終わりっすからねぶっちゃけ。やなみって、これで簡単な話。相性がめっちゃいいぞ。相性めっちゃいいぞこれ。もしかしてだけど、まあメインはディガーですね。いやババまさかのババが来ちゃった。さあ墓石サイズもらって、あー下がないか、偉いな。まあブッパ来てもインドで溶かして穴埋めつだけなんだよ。いやカツンが入ったっす。ラッキー。いやでもこれインドラマジであっちいいわ。インドエレキ大型で戦いやすいのもいいよな。メガナイトってゴレとかラバとか、まあ重量級がきつい昔からけど、その重量級に対して戦えるとやっぱメガナイトをだいぶ使ってきた身からするとね幸せ。苦しめられてきた大型たちに戦える。で高回転にも、まあ、エレキのリセットとかね、ヤナアムで戦えるとこれほど気持ちいいもんあんまないよね。さあザピー、あー嫌い。ゴブゴヤか。新鋭体ロイフグとかありそうだよね。新鋭体ロイフグだったらどうしようこれ。違うと言ってほしい。打っちゃうか、暇だし。いやー新鋭ってそっち行くんだ。お言うのそっち行くんだ。考えるね、悩むね。これ何で受けんだ。マイキー型さすがにこれは入るだろう。いやー全て入る。えめっちゃいい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 。でかいでかいでかい。こういうのはねちょっと早めにね決着つけようじゃないか。あんま後半行くとね守れる気がせんっすねこのデッキで。このインダイキプリンス火力が高い分ちょっと小物に弱いんで、ちょっとここ早めに決着つけたいね正直なとこ。ゴーゴーゴーよ。ホバがいい。マイチーか、まあ、ゴルナイがいないのはありがてえな。これ施設ないし敗北感じゃね。ああマイティーバカーで、あーあーでかっ。
さあ、ちょっとディガーで頑張って削りたいよ。まさかの普通に同サイドに来た。なんかこれは厄介な。これ縦剥がしといたら多分ちょっと強い。さあ、まあこれはザッピー処理が正解だったのかどうかなんですけど、まあちょっと苦しいよね正直。なんでいい感じに逆もちょっかい出しちゃう。入るんじゃない？ドスコイドスコイ。エミしたい。さああと500だ。いや耐えれる。やめめちゃよかったな僕があのミリ。危ねえ、怖えな俺。まあ相手も怖えだろうな。さあ受けれるかな。はい、さあ気持ちいい。いやエレキですよ時代は皆さん。はい、ということでこちらね、ポポポポポイ使ってみてください。お疲れ様でした。